もこまちです。今日は私の一人晩酌をお届けします。トップバッターはもちろんビール、あーまちこまちピース。乾杯。うまい。それでは本日のスタメンを紹介します。マグロユッケ、コチュジャンとか混ぜて卵のしたらできた。次、うまニラ炒め、インスタに投稿したらニラマってアカウントに紹介された。次、鉄板とろろ納豆、ネバとネバでネレレボネバ。次、海のミルク生ガキ 80g。 次、本マグロの赤身大トロ中トロ。最近マグロ食べ過ぎてマグロになりそう。以上5人のスタメンと最高の晩酌を始めます。いただきます。まずは本マグロの赤身。魚って大体白いのにどうしてマグロだけ赤いんですか？知りません。わさびたっぷりつけても辛くないくらい美味しい油がじゅわーっと溢れ出す。しし合わせ、中トロ、これはさらに油たっぷりでさっきの2倍わさびつけても辛くない。謎のフェイント、口いっぱいに幸せ感じたいから大きく切る癖は直せない。うまい。うますぎる。口の中ですぐにとろけてしまって、これはもうほぼ飲み物。とろけんび茶。こまち困った。うますぎて目が泳ぎまくる現象が起こった。ガン、今日のビールは一段とうまい。最高。鉄板とろろ納豆ねねばねば。滑舌悪くてもギリ言える早口言葉。味付けはほんだしと醤油。悪い癖、食器棚や引き出し、扉とか開け閉めするもの何でもちょやけするからママによく怒られる。鉄板とろろ納豆はうまい。取り木の期間限定メニューにあっても違和感なし。こちらマグロユッケ、絶景、たまてろ。やば、やば、やば、ばばば。これも本マグロの赤身で作ったよ。甘辛いタレと卵の相性は最高。やばすぎ太郎。ビールが5倍美味しくなった。おつまみの力ってすごい。次は韓国海苔で巻いて食べてみる。ユッケと韓国海苔はとてもよく合う。さらに卵が絡んでしまったら、こんなものは美味しいに決まっている。やばい。やばいしか言わない。近い。丸い。うまニラ炒め。ニラって餃子の時があんまり食べないから気づかなかったけど、超口臭くなる。でも美味しいものって臭い。うまいと臭いは紙一重。チニのロゴシニニ。これがビールを飲むときに大事な二原則。缶ビール飲みながら生ビール飲みたいって思ってる。柿酢で食べる生柿。柿酢って柿のポン酢ってことですか？茶色いからただの酢ではなさそう。もしくは黒酢の柿酢ですか？何者？身がプリンプリン。磯の香りがプンプン。一番好きな柿の食べ方は焼きと揚げと生。これはやばい。サチです。いつもはもう、こういう見た目がグロテスクな食べ物をなぜ食べようと思ったのか。牡蠣が人間だとするならばとてもブザイクだ。でも最高にミルキーな性格でたくさんの人を幸せにしてくれる。中身が素敵なら見た目も素敵に見える。私は牡蠣になりたい。牡蠣食べたらビールなくなるって誰かが言ってた。本当になくなった。次は何を飲もうかな。黒霧島。適当に氷入れてたら浮いてた。割合はいつも適当。私が大人になったなと思った瞬間は焼酎美味しいと思えるようになった時だけど、ソーダ割りしか飲めない。昔居酒屋で働いてた時のあるある聞いてくれ。4人で来るリーマンは大体焼酎ボトルの水割りセット頼む。水割りとお湯割りとロックとって飲み方バラバラなタコは正直めんどくさい。うまい、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 うまい。そこ、これできるのすごくない？いくよ。何の自慢？ちょっといい気分になってきた証拠だね。いいこと。今年はしゃべりを頑張りたい。ということでマグロの食レポ行ってみよう。なんだ、赤身なのにトロみたいな。赤身なのに深みのあるみたいな。赤身深みうまみみたいな。マジで美味しい。139点。これいっちゃいますか。大トロ、これは脂がすごくて醤油がつかない。わさびも効かない。美味しいがすぎて言葉が出ない。しし合わせ、おつまみが美味しいとお酒も美味しい。だけどじゃがりこおつまみに飲むお酒も好き。お家でよく飲むお酒はビールと焼酎、たまにハイボール。でもずっと飲み続けられるお酒ってなんだろうって考えた時にこれと思ったのはレモンチューハイ。ビールはお腹が膨れるし、焼酎は突然もう飲めないってなる時が来る。でもレモンチューハイはいい意味でお酒感が優しくて飲みやすい。だけどお店によって当たり外れがあるから結局ビール。ビールは裏切らない。それ
それでは場所を変えて二次会します。行く人、会場は YouTube が見れる個室居酒屋。今見てるのはコムドット。 YouTube 回は10分前後の動画が多い中、コムドットは平気で30分動画を出してくる。トークが面白くてずっと見ていられる。むしろ10分じゃ足りない。ゆっくり飲みたい酒飲みに持ってこいの YouTuber、 ぜひ見てみてね。最近インナーカラー入れたんだ。セルフ、よっしゃインナー入れようって決めた2時間後に染めた。行動力、特にお気に入りは前髪のインナー、かわいい。おつまみは追加するもの、3番キャッチャーエビマヨハニーマスタード、重いやつ。次、1番ショートこっちもよアボカド、辛いやつ。マヨしか勝たん。プリプリのエビと甘いハニーマスタードが絡み合ってまるで社交ダンス、ブラボー。うまっ。思いがうまい。一番好きなエビの食べ方はガーリックシュリンプとエビアボカドのお寿司、あとはタルタルソースで食べるエビフライに並ぶ美味しそうなエビマヨハニーマスタード、略してエビマスター。やばいこれめっちゃうまい。やばいこれめっちゃうまい。薄っぺらいことを2回言ってみた。今日のおつまみは全部私の手作り。手作りおつまみレシピを投稿しているインスタのフォロワー様がなんと4000人を突破しました。ありがとう。みんなにも美味しいおつまみシェアしたいからインスタチェックしてみてね。宣伝、天才天才です私。こっちもよアボカド、アボカド大好き。だって女の子だもん。アボカドは美容にいいって言うけど効果を感じたことはない。あー辛い、うまい、うますぎ。辛太郎、辛い食べ物大好き。辛いもの食べてお腹壊すの大好き。便秘、一人飲みのいいところは好きなおつまみ食べれることと全部独り占めできること、あと集合しなくていいとこ。集合する前はどんな人と会う時でも必ず緊張する。集合場所に近づくにつれて帰りたくなる。会った時一番初めになんて言ったらいいかめちゃめちゃ悩む。普段タメ語で喋ってる人にこんにちはとこんばんは違和感、おはようは違和感ないのに、なんで。でも私は知ってる、ハローみたいに誰にでもいつでも使える挨拶、それはヤッホー。これ最強。ビールで始まったらビールで締めるよね。糖質オフのビール飲んでも結局お酒入ると食欲増すからつまみで糖質摂取しちゃう。アルコールの闇、こうやって泡立たせてから飲むとビールが美味しくなる。泡立ちすぎ。切り替えの頃はもはや恐怖。 TikTok で見る可愛いあの子も、インスタで見る笑顔が素敵なインフルエンサーも、みんなこんなもん。ひねくれた想像、泡すぎて泡しか飲めない。泡は美味しくない。泡は炭酸が抜けないようにする蓋らしい。乾杯。泡の先にある黄金の液体を楽しむんだ。ビールしか勝たん。食べたいものを自分で作る。いろんなつまみを机に並べてゆっくりつまみながらお酒を飲んで YouTube を見る。これが私の最高の晩酌。最後まで見てくれてありがとう。またね。